こんにちは。今日はファスナーポーチの最後の仕上げ編ということで、この裁縫上手というボンドと針と糸を使って本体とファスナーを接着していきます。まずファスナーのこの14センチがどの部分かというと、ここからずーっと来てここまで、ここが14センチになります。動画を分かりやすくするために、このチャコペンを使って印をつけながら説明していきます。今この14センチのスタートラインとゴールのラインに線を引いてみました。ここからここまでが14センチというところ。そしてファスナーをよく見ると、このファスナーのこの金具の部分のちょっと外れたところに線があります。これ2本あるんですけど、こっち側、内側の線を目安にして、ずーっと線を引いたところのこっち側にボンドを塗ります。ちなみにこっちのファスナーを見てみると、線が1本だったので、商品によって1本だったり2本だったりするかと思います。こんな感じに線を引きました。で、ボンドを塗るのがこの部分になります。ボンドを塗る部分に少し色を塗ってみました。この部分に塗っていきます。まずは片面から。下に紙を敷いて、この部分にボンドを塗っていきます。ここからこっち側には絶対に塗らないように気をつけます。で、こっち側もはみ出すとまずいので、向きを変えてこっち側に流す感じで塗っていきます。ちょっと少ないなと思うところがあれば少し足して、丁寧に塗っていきます。ハケにボンドを取りながら、この編み地の方にもうっすら3ミリぐらいのところ、こういう感じで薄く塗っていきます。塗る面なんですけど、この鎖が見えている方と反対側、ファスナーとくっつく側、こっち側に塗っていきます。塗れたらこの編み地をこのファスナーの上の部分に乗せていきます。この金具の部分よりも少し編み地の幅がオーバーしているぐらいが理想です。こっちも同じでちょっと出ているぐらい。ある程度乾いて浮かせても離れないぐらいにくっついたら、裏を向けてアイロンで接着していきます。これで綺麗にくっつきました。そしたら今度はこっち側も接着していきます。で、こっち側に関してはこう折って塗ってこう貼るっていう感じです。
今まだ生乾きの状態なんですけど、こっち側もつきました。やはりポイントはこの金具の部分より少しオーバーしたところにこの編み地の端が来ているところ、両方そうですね、こんな感じ、こんな感じになったら OK です。こっち側も後ろ側にアイロンを当てたいんですけど、まだ生乾きの間にくるっと返すと怖いので、しっかり乾くまでしばらく放置しておきます。しっかり乾いたのでファスナーを開けてひっくり返します。まだ当ててない方側にアイロンを当てて接着していきます。両方しっかりくっついたら、今度はこの今ペラペラしているのが4箇所あるんですけど、ここをこんな形に折って、ここを縫い留めていきます。動画を分かりやすくするために赤い糸で縫うんですけど、皆さんはこのファスナーのこの生地の色と同じ色の糸で縫い合わせてください。お財布かなり苦手なので汚いですけど、こんな感じで残りの3箇所もパタンとこういう三角の形になるように折って縫い留めていきます。4箇所留めたら、今度はこのまま裏向きのままこの両サイドを閉じていきます。片方は残しておいた糸端を使ってこうこっち向きに閉じていきます。ずれないように持って簡単にこんな感じで閉じていきます。他にも閉じる方法いろいろあると思うので、違うやり方でやってみたい方は全然それでもいいと思うので、好きなやり方で閉じていってください。最後まで来たら少し戻って糸始末をして、で反対側は新たな糸を使って閉じていきます。同じように処理したら、最後にこちら側も糸始末をしてあげます。両端を閉じたら一度ひっくり返して確認してみます。こんな感じでほぼ完成に近い状態なんですけど、最後にこことここを裏側から始末してあげます。ここをきれいに処理してあげることですごく綺麗に仕上がるので、結構ここ大事なので少し面倒なんですけど、最後にしっかり丁寧にこの部分を処理していきます。
今離れているこの部分をピタッと合わせて、こういう感じに綺麗に始末してあげたいので、まずこの分かれているこのラインを下までつないでいきます。締めた時にこのパーツが来る側の方なんですけど、この閉じる時のラインがあまりにこうピチッとしてきっちりしてしまうと最後までファスナーが閉まらないことがあるので、少しこれぐらいですね、厳密に言うと4ミリぐらい、4ミリから5ミリぐらい開けてここを閉じてあげると一番綺麗に見えるかなと思いました。で下まで来たら、今度はこことここ、この編み地のところとこの部分も合わせていきます。これでここも固定できたので、あとは糸始末をします。で今はここだけ縫い留めたんですけど、この部分のパタパタしてるのが気になるっていう場合は、下に降りてからこういう感じでまつってあげると綺麗かなと思います。で、できたら一度ひっくり返して確認します。反対側も同じように縫い付けます。試作の時に15センチで作った分は、このビオレのパウダーシート、サラサラパウダーシートを入れるとぴったりだったので、こんな感じで使ったりとか、あとコメントで深いやつを日焼け止め入れにしたいっていう方もいらっしゃって、なるほどと思ったので、ファスナーの長さ短めで深いやつ作って日焼け止めケースにしようかなっていう風に思っています。いろんな大きさのものがあると便利だなと思ったので、ぜひ皆さんいろいろ作って活用してみてください。今日は以上になります。ありがとうございました。